12月16日、篠崎町4丁目に完成した下篠崎ふれあい公園の開園式が行われました。待望のですね、立派な公園を作って、いただきました。この公園の名称はですね、下篠崎ふれあい公園ということでございます。ふれあいということでですね、子どもさんだけじゃなくて、親御さんもですね、子どもこの公園に来ていただいて、いや、いただきたいと思います。この公園は昭和55年に開園した篠崎4丁目児童遊園が土地の返還に伴い閉園となったことを受け、その役割を引き継ぐ公園として四季を感じられる景観にすること、地域コミュニティに役立つことなどの方針のもと整備が進められました。また時計の文字盤は地域の子ども会でデザインされ、公園の特徴の一つともなっています。地域の新たな交流の場、憩いの場として多くの方々に愛される公園になるといいですね。